176人の登録者の皆さん、ありがとうございます。今日は金曜日ということで、まあ動画を出さないといけないのでね。昨日はiPad の開封動画出したのでいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、紹介してなかったいい感じのアプリがあったので、ちょっと紹介したいと思います。今、Mac のデスクトップの画面なんですが、見てわかる通り桜がね、散ってますよね。最近桜もね、なんか咲いてきた感じで、まあ公園の桜もね、だんだん咲いてきまして、ちょっとね、桜いいかなと思って、ちょっと紹介します。これはね、アップストアで公開されてるアプリで、こういうふうにね、無料でダウンロードすることができます。で、こういうふうになっています。で、これね、すごいんですよ。こういうふうに環境設定というふうにやっていくと、花びらの量を、増やしたり、で、風の強さとかもこういうふうに調整できるんですね。はい。で、不透明度っていうことで、こういうふうにしてね、くっきり出したり、薄くしたりっていうこともできます。で、今、ウィンドウの手前に桜が散るようになってるんですけど、こういうふうにやると、ね、ウィンドウには桜がね、表示されなくなったりとか、かなり実用性のある、実用性のあるというか、まあ、実用性のある娯楽アプリですよね。やっぱりこういうね、桜とかいいですよね。例えばね、こういう編集画面でも、こういう下の部分だけね、散る感じ。これをさ、ウィンドウより手前にしたらこういう風になっちゃうわけよ。こういう風にやるとちょっとね、うるさい感じになるんですけど、こういう風にね、ウィンドウの下っていう風にやると、これはね、いいアプリですよね。まあ、期間限定みたいな感じですけど、まあ、アプリ自体はね、一年中公開されてるんですけど、とりあえずね、今のこの、季節にはいいんじゃないでしょうか。以上、この桜というアプリの紹介でした。皆さんもぜひね、この桜がね、本当に散るまでの間、こういうのやってみたらどうでしょうか。さよなら。